どうもこんにちは、ミスター GTA5 モッドです。はい、今回は新しいアップデートで追加されたロックスターエディターというものを使って30秒の CM を作ってみたいと思うぜ。クラシエという会社のフリスクという商品の CM のパロディを作ってみたいと思う。では早速撮っていくぞ。まずは素材作成からだ。はい、ということで早速撮っていきたいと思います。どんな CM を作るかなんですけど、まずクラシエという会社のフリスクというね、商品があるんですけども、その CM が結構シュールでね、面白くてね、それをモチーフにしたような CM 作っていきたいと思います。空港にマイケルがやってきました。で、歩いてました。で、倉庫がありました。で、左を向いたらプライベートジェット機があったので、それを手に入れ、滑走路から離陸して飛び立ち、眩しい朝日がこうパーッと差し込んできて、それに惹かれるようにしてこう飛び去っていくマイケル。で、その先にはなんか鉄骨が密集した埠頭がありますよね。鉄骨が密集して、よく皆さんがドリフトとか行われている埠頭がありますよね。そこの鉄骨、青い鉄、なんかエメラルドグリーン色の鉄骨の間をちょっとくぐり抜けたら爽快なんじゃねって思ったマイケルは、ちょっとくぐり抜けてみたい、爽快感を求めるためにね、冒険心ですよ、くすぐられ、くぐっていくわけです。やった、鉄骨全部くぐり抜けたぜと思ったら、なんと目の前に船があった。鉄骨にあまりにも夢中になりすぎて船が見えていなかったマイケルはね、そこで織田仏ということで、散っていくわけですね。そこでなんかこう最後当たって爆死、船に当たって爆死した瞬間にフリスクシャーベンシューというおなじみのセリフが入ります。あれはまあちょっと今回はね、YouTube から音源を取ってきたいと思います。はい、そしてかっこよく右旋回したらきらめく朝日が目に入ってきた、眩しいね。やっぱそっちを目指したい気分になるじゃないですかね。もうここも本当にご利用しか満々というかね、無理やり感マックスですけども、はい、まあそんなことは気にしないね。もう世の中ね、もう都合ご都合主義ですよね。いいことだらけですよ本当に。そして目の先にはなんか地球が見えてきた。2つのね、プリン、そして乳首に引っかかったブラジャーね。いやー、なんかこんなエグいブラジャーあったらね、ぜひね、購入してみたいですね本当に。はい、このね、谷間を無事通過、イエーイ。谷間ね、トロフィー谷間を獲得みたいなね、ありそうでなさそう、トロフィーありそうでないトロフィー。だがこっちが本場、正念場はここからだ。さあ、この鉄骨の密集地帯をくぐっていけるか。おっと、いつもはねちょっと尻尾が引っかかってミスっちゃうんだけど、今回はいけたと思ったら目の前にバーン、船があってバーンね、デイズイリーと書いてあります。この船ね、賢くて丈夫で安心の親切設計、ルクソールよりもデイズイリーを、デイズイリーはいかがですかみたいな、そんな感じの CM を作っていきたいと思います。はい、フリップを早速編集していきたいと思うんですけども、これオフラインでしかできないですかね。オンラインで映像を撮った人は一度オフラインに戻らないとロックスタイリター使えませんので、ご注意ください。で、ロックスタイリター起動します。プロジェクト作成と、新しくプロジェクトを追加。で、クリップ今まで撮ったのを全てバババッと適当に詰めていきましょう。これいきなり最初に撮ったクリップ全てを詰め込むんじゃなくて、もうとりあえず最初に編集することが分かっているクリップだけ追加しておいて、1個だけ追加しておいて、じゃあ編集していきましょう。今回のコンセプトはもう30秒から1分ぐらいで見られる本当にもう手軽な動画ってことな、それを目指しているので、もう本当にね、不要な部分いらないんですよ。不要な演出もいらない、もう簡単にね、見れる、手軽に見れる、見やすい映像作りを目指しております。最初にまず、そうですね、ここが空港であるということが分かるような画面から始めていきたいと思います。ね、エアの文字を強調しておき、下がってくる感じ。最初の部分いらないので若干カットで、カメラが変わっちゃったのでもう一回設定し直しして、ちょっと見づらいですね、こんな感じかな。まあ、今回はね、ガチ編集じゃなく、ガッツリ編集するんじゃなくて、いつもと違って簡単な編集ですからね、本当にちゃちゃっと終わしていきたい感じ。はい、1台の車が通ってきました。空港入っていきました。それが分かった瞬間にこうカメラを切り替えると、そうですね、空港の、料金所入り口を通るところなので、まあ多分ここら辺にね、何かしら監視カメラが設置してあるでしょうということを想定してエフェクトを使ってみましょう。はい、こんな感じのエフェクト、これだとちょっとね線が強いので、もうちょっとエフェクトを弱めてみましょう。
あ、ダメだな。このエフェクト弱めるとなんかコントラストが強くなって見づらくなっちゃうの、逆にね。で、そういう場合は、明るさを上げる。で、コントラストを下げる。下げたらなんか変なことになったな。上げるか。あ、こんな、まあ適当にね、調整してみましょう。見やすいように。OKOKOK。で、プライベートジェット機の、なんだろう、存在感の大きさ、機体自体が結構でかいですから、その感じを強調するために、ズームアウトではなくて、こう、あえて接写にして、で、画面の大部分をプライベートジェット機で収めて、で、地面にカメラを置いて、で、さらに振動を加えることで、結構、若干緩やかめの振動を加えることで、その雰囲気を、味を出すことができると。強調してみましょう。そういうのも面白いと思います。で、なんだろう、旋回してるときに、マイケルの顔にこう徐々に日が当たっていく。ここめちゃくちゃかっこいいですよね。ここをね、ぜひ入れたいなと思います。日が当たる演出なので、こう、向こう側にね、画面左上の方に太陽があるわけじゃないですか。だから画面左上の方をちょっと開けておいて、何かあるんだろうな、みたいな。強調しておきつつのカメラアングルで、もうちょっとマイケルを強めてもいいかね。画面上の左上の方を強調しておきつつ、眩しいって時に、マイケル眩しいよーって時に、こう、機内視点にして、切り替えて、こう、うわー、なんかもうかっこいいアングルいっぱいありますね。どれにしてもかっこいいな。どれにしてもかっこいいですね。こんな感じでね、太陽を拝むと。もうちょっと早く。このタイミング重要ですよ。切り替えるタイミング。早すぎてもあれだし、遅すぎてもあれだし、もう一瞬のバッチグーのタイミングがきっとあるはずです。そこをね、探しましょう。ああ、かっこいいね、この夕日ね。夕日じゃねえ、朝日か。で、これで。で、ただ朝日を映すだけじゃ、もういい加減くどいから、あまりにもやりすぎるとくどいので、まあ、朝日を拝んでんだけども、それだけで終わらせずに、ブレンドモードで、動きを加えるんですよ。動きの最終地点を、飛行機スタントの目的地にします。あそこね。わかります？あそこ、なんか、おっぱいみたいな形状してる、スタント。おっぱいなんかね、うん。あの中をね、あの谷間をね、これからくぐっていくという感じですよ。さあ皆さん、上に乗っかってるのがブラジャー。あの谷間をくぐっていきましょう。いやー、楽しみですね。まあ、そんな感じでね、おっぱいをじゃあ強調していきましょうか。ターゲットを変えて、どうしようかな。ぼかしを変えて、自動かな？こうするとぼかしを排除できます。さあ、アングルが切り替わってきます。で、ここで、動きを止める。リニアをなしにする。こんな感じですね。これだと、マイケルに動きに、あれされちゃうので、デフォルト、強いな。固定でもいいか。これをもうちょっと早めた方がいいですね。無駄がもう多いので。より無駄を省きまくって、省いて。OK、強調できた。ここら辺で、カット。よし、OK。はい、ということで、サクッと仕上がりましたので、見ていただきたいと思います。こんな感じに仕上がりました。どうぞ。ということで以上、ミスター GT5 モッドでした。皆さんもロックスエディターを使って、将来の AV 監督